この質問むちゃくちゃ来るんですけど。こんにちは、アジュラジョ、アジュラジョ、時間です。はい、本日なんですけど、よく来る質問にですね、まあちょっとそろそろお答えしていきたいなというので、これね、結構前の動画でも一回なんか言ったような記憶もあるんですが、まあね、最近私のチャンネル見てくださってる方、最近登録してくださった方に、まあお伝えしたいなというので、今俺が思う、ことを喋りたいなと思うんですけど、まあその何かと言いますと、まあその題名にもあるように、田舎か、都会か、どっちが稼げますかっていう、この質問ですね。めっちゃ来ます。めちゃくちゃ来ます。というのも、でもね、ちょっと思うんですけど、これがね、例えば都会の方が稼げますよって言ったら、都会に引っ越すんですかね。逆に田舎の方が稼げますよって言ったら田舎に引っ越すんですか。ちょっとよくわかんないんですけど、なんかね、結構ね、皆さん気にされる方がね、非常に多いんですよね。田舎の方がいいのか、都会の方がいいですかとか、結構気にされるんですけど、まあ俺が思うあれをちょっと喋りたいなと思うんですけど、まあ俺ね、田舎も都会も両方経験したことあるんですよ。宅配なんですけど、まあ住んでるところが滋賀なんで、滋賀ってすげえ田舎なんで、まあそういう田舎で、配達、宅配。現にね、俺今、Amazon Flex やってるんですけど、それが今、滋賀でやってるんで、すごい田舎でやってるんですよね。で、その前に、俺、東京で、佐川の委託でね、宅配やってたんで、まあやっぱりね、滋賀に比べるとかなり都会ですよね。もう全然人数が違うんで、圧倒的にね。なので、東京の方でもやってたんで、だから両方経験してるんですよね。田舎も都会も。で、その経験した、ところを踏まえて、どちらがいいかと言いますと、これね、よく落ちるってな、難しいですけど、Amazon Flexやるのであれば、都会の方がいいんじゃないかなと思います。で、個数単価でやるのであれば、田舎の方がいいんじゃないかなと思います。というのも、まずね、Amazon Flexはなぜ都会の方がいいのかって言いますと、あれね、置き配できるじゃないですか、Amazon Flexの最大の魅力。もうそれがなかったらね、おそらく皆さんやらないんじゃないかなと思うんですけど、置き配ができるっていうので、在宅とか不在とかあんまり関係ないですよね。まあ大体8割、9割は、まあ置き配できるんで、なので、やっぱりね、住宅が密集してるとかの方が、やっぱりバーってね、息落とせたり、まあ回りやすかったりするんで、まあそっちの方がね、やっぱりまだ配りやすいんじゃないかなと思うんですよね。でも、田舎の方のメリット、田舎は、個数単価は田舎の方がいいっていうのは、やっぱりその在宅が都会に比べてですけど、むちゃくちゃいい。むちゃくちゃいいです。むちゃくちゃいいっつっても、でもまあ体感的に、どうやろう、倍ぐらい違うんじゃないかなと思う。っていうのも、おじいちゃんおばあちゃん誰かしらいるんですよね。結構誰かしらいたりするんで、でね、もう、なんつーの、田舎あるあるかもしれないですけど、お隣さんに預けてくださいみたいな家もあったりするんですよ。田舎あるあるか、やと思うんですけどね。だから、そういうなんで、お宅に行っても、不在でも、やっぱりね、こういう時はね、お隣さんに預けたらいいんやな、みたいな感じで、そういう技を使って落とせたりするんで、個数単価でやるのであれば、確実にね、田舎の方がいいんじゃないかなと思います。Amazon Flex、今、滋賀でやってるんですけど、もちろんね、やりやすいというか、もちろん置き配できるんで、まあ、それなりに数は配れたりするんですけど、やっぱりね、一軒一軒が、ちょっと離れてるっていうデメリットはね、どうしてもありますね。それは都会に比べて、やっぱりなんつうんですか、都会ってこう密集してるじゃないですか。もうほぼ隙間ないみたいな感じですけど、やっぱ田舎やったらね、むちゃくちゃ離れてるんですよ。離れてるところやったらむちゃくちゃ離れてる。もう田んぼをむっちゃ挟んで家一軒ポツンってあって、また田んぼあってまた家一軒ポツンってあってみたいな感じなんで、やっぱりね、一軒一軒行くのに、やっぱ5分とかね、かかる場合があるんですよね。都会やったらね、こう住宅街みたいな感じで密集してて、すぐにね、この
その住宅街みたいな、そのエリアでもう30個、40個とか、一気にね、30分ぐらいバーって落とせたりする時もあるんですよね。この、もう密集してるエリアに、荷物がバーってあったら。ですが、田舎やったら、なかなかそんなね、密集してるっていうことがまずないんで、一軒一軒がね、もう全部屋敷みたいな家なんで、でかいんですよね。だからやっぱりその、どうしても配りにくいっていうのもありますし、やっぱ車止めて、家までね、なんかね、もうね、ほんま屋敷みたいな家なんで、まあ、車走っ止めるじゃないですか。そのお宅までね、インターホンを押すまで、結構長いんですよ。走っても20秒ぐらいかかるぐらいね、やっぱね、ちょっとね、玄関行くまで遠かったりとか、やっぱそういうね、デメリットっていうか、やっぱある、田舎あるあるなんですよね。ほんまインターホンが遠いとか、まあ、やっぱね、でっかい家が多いんで、土地があるんでね。なので、やっぱそういう面では、配りにくいですね。やっぱり都会に比べて。だからそういう面ではね、やっぱりどっちが稼げるかって言われたら難しいんですけど、でも確実にね、落ちる確率は圧倒的に高いんで、なので個数単価で、まあ今住まれてる地域にもよると思うんですよね、皆さんが。まあ田舎の方に住んでるのか、都会の方に住んでるのかでよると思うんですけど、田舎の方に住んでるのであれば、そもそも田舎の方やったら、多分 Amazon Flex ってあんまないと思うんですけど、でも今はその Amazon Flex みたいな感じで、Amazon と業務委託を結んで、そういう仕事をしてるところとかで結構あったりするんで、そういうのは求人結構出てたりするんでね。そういうので、まあ、Amazon Flex みたいな感じで置き配できる、業務委託募集してるんで、そういうので、やってみますみたいな人もね、やっぱいるかもしれないですけど、まあ全然ね、それでもいいと思うんですけど、ほんまに田舎で、自分が住んでるところがすごい田舎で、がっつり稼ぎたいというのであれば、俺は個数単価の方が、おそらく田舎やったら稼げると思います。アマゾンレックス日当なんで、まあ、硬いっちゃ硬いですけどね。日当確実に、まあ、1万か2万か、まあ、2万近く、まあ、稼げたりするんで、圧倒的に、まあ、硬いですけど、やっぱね、田舎の最大のメリットですよね。在宅率がいいっていうのは。おじいちゃんおばあちゃん大体いてくれるんで。大体誰かしらやっぱ家の中に入れてくれたりするんで、いいですけどね。でもまあ、配りにくい。配りにくいっていうか、落ちやすいんですよ。だからそういう面ではいいんですけど、ただね、田舎のメリットになるんですけど、やっぱね、なんていうんですか、運転しやすいっていうか、都会やったらどうしても、こうね、道沿いにマンションとかね、結構あったりするじゃないですか。だからね、もうなんつうんですか、もう道沿いにしか車をね、止めるしかないパターンってあるんですよ。もうね、絶対なんか、お客さん専用の駐車場がなかったりとか、そういった納品専用の駐車場がない、そういうマンションとかアパートとかね、が結構その道沿いにあったりするんで、もうだからどうしても道沿いに止めなあかんっていう時がね、やっぱあるんですよね。宅配してたら。だからそういう時に止めたりすると、もう最悪っすよね。交通量が多かったりすると、特に夕方とか、渋滞があるような時間帯のね、時間指定とか、そういうマンションに入ったりして、14161820とかね、やっぱその辺になってくると、やっぱどうしても交通量が多くなってくるんで、やっぱそういう時にね、やるとね、自分の車の後ろにすげえ渋滞とかできたりするんでね、もうクラクションむっちゃ鳴らされたりするんで、都会の方とかやったら。だからもうそういうなんでもね、やっぱもうストレスとかなるんですけど、田舎やったらないっす。そもそも道でかいんで。田舎やったらあんまないっす。全くないっていうか、ではないっすけど、確率的にはかなり低いんで、まあ圧倒的に俺は配りやすい。そういうね、なんやろ、ストレスはむっちゃ低いっすね。田舎の方が配達してて。そういった、なんつうんですか、交通のストレスって出てくるじゃないですか。無理くり、もう止める場所ないから、マンションの住民のところの駐車場に、まあ、ちょっとぐらいやったらいいやろって止めて、そういう時に限っては、その人が帰ってきて、ぷーってね、クラクション鳴らされて、みたいな。やっぱそういうね、ストレスってあるじゃないですか、交通の。いや、そういうストレスは、やっぱね、少ないですね。なんやかんや止めれる場所ってね、結構あるんで、田舎の方やったら結構広いんでね。なので、やっぱそういう面では配りやすいかなと思うんですけど、まあ密集はしてないので、個数を落とすっていう面では、ちょっと難しいかなと思うんですけど、でも在宅率がいいんで、トータル的に見たら、ストレスフリーで、あえてね、在宅もいいんで、そこそこ個数も落とせて、そこそこ稼げるっていうのは、
やっぱりまあ田舎の個数単価は最大のメリットなんじゃないかなと思うんです。まあ都会やったらね、まあでも都会って正直どうなんやろ。まあまあやってましたけど、やっぱね在宅率、こう悪いんで、なのでお客さんの癖とか、まあそういうのを把握するまではね、なかなか持ち戻りが大量にあったりしてたんですけど、まあその辺をね、極めてしまえばですよ。極めてしまえばね、最強かもしれないですけど、まあなかなかね、これからやるとか初心者の方にはね、やっぱちょっと難しいなと思うんで、やっぱまあ都会で、まあ都会の方やったらアマゾンフレックスあるじゃないですか。まあオファー取れるかどうかっていう問題になってくるかもしれないですけど、なのでまあアマゾンフレックスの方が、まあ硬いんじゃないかなと思うんで、まあその辺で慣れて、いろいろ宅配とはどういうものかって気づいて、でさらに上を目指したいというのであれば、個数単価に移ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どっちの方が稼げますかっていう質問がね、やっぱ多いんですよね。田舎の方がいいですかとか、やっぱ都会の方が稼げますかとかね、来るんですけど、だからね、なんつうの、まあ、何をやるかによるんですよね。だから、でも難しいんですよ。その質問内容が。そうやってざっくりとした質問なんで、何をやるかによって全然違うんですけど、まあ、宅配をやるのか、アマゾンフレックスをやるのか、そういったビッグゴーとか、そういうのをやるのか、何で稼ぐのかによって全然違うんですけど、まあ、アマゾンフレックスなら都会です。個数単価なら田舎です。俺が思う、一番稼ぎやすいと思うのは、というお話でした。この質問がね、やっぱ多いんで、そろそろ収集符を打ちたいなっていうので、俺なりのね、やっぱ見解を言ってみたんですけど、まあ今、アマゾンフレックス田舎でやってるんですけど、まあ、なんやろ、140個ぐらいね、やっぱあっても、まあ、もう、ある程度ね、俺もともとその宅配やってたっていう経験値があるので、やっぱ配れるんですけど、やっぱね、そういった個数単価で、俺、まあ、もともとやってたっていう経験があるのは、やっぱ、でかいなと思いましたね、今、やってみて。まあ、実際、久しぶりにやってみたんで、もともと前やってて、またね、最近ちょっと、再開し始めてるんですけど、それでもやっぱり、まあ、なんつうんですか、まあ、体を覚えてるというか、まあ、まあ、なんやかんや、やっぱ、やってたら思い出すんで、やっぱ配れるんですよね。なのでまあ、手に職を持ってるようなもんなんでね。まあ、正直宅配なんか全国地域どこでもあるんで、正直どこに引っ越しても、まあある程度ね、やっぱこれ宅配でおいては、稼げて生活できるんじゃないかなと思うんで、やっぱある程度はその技術を習得するまでやってしまった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり初めは辛いかもしれないですけど、ある程度技術を習得するまでやってしまったらもうこっちのもんなんで、これからやる方はね、ぜひそこに至るまではちょっと歯を食い縛って頑張って技術を習得してほしいなとも思いますし、まあ田舎で個数単価のやったら稼げるとか、都会でアマゾンフレックスやったらいいよとか言ってますけど、じゃあ都会で個数単価あかんのかっていう話でも全然ないんで、別に全然個数単価で俺やってましたし、都会でね。なので、稼げるんですよ。どっちにしろ稼げるんですけど、やっぱりまあ、稼ぎやすいのはどうなのかっていう話をしたのであって、まあ全然ね、何をやっても稼げると思うんですけど、結局ね、本人の、やる気と努力次第で全然結果って変わってくると思うんで。なので、厳しいエリアに配属されて嫌やとか言うので、まあ気持ちはね、やっぱ分かりますけど、そういったお悩みというか、そういう相談もいただくんでね、全然配りやすいエリアって言われて入ったのに、入ってみたら全然配りにくいエリアでしたみたいな、どうしたらいいですかっていうね、そういうお悩み相談もよう来るんですけど、でももう、まあ、難しいですよね。言ってた話と全然違うやんってなったらね、まあちょっともう違うところに移るっていうのも手ですし、まあそれでもね、あえて、厳しいと言われるエリアで、ちょっと頑張ってみたら、次違うエリア行ったら、むちゃくちゃ配りやすいや、みたいな。なるんでね、やっぱ、比較して、いやー、ここむっちゃきついなーって、みんな言われるようなところでも、俺もっときついとこやってたで、みたいな感じで、全然こんな配りやすいで、みたいな感じでね、あえてきついところからスタートするっていうのも、やっぱ手なんじゃないかなと思いますし、やっぱね、そういうところの方が、一気にね、レベルって上がっていくんで、なので、まあ、そういうスパルタな道もある意味、いいのかなとも思いますけど、まあ、その辺は、本人のね、やっぱ、やる気とか、技術とか、まあ、
ちょっとしたセンスとかも変わってくるかもしれないですけど、まあその辺でちょっと判断してほしいなと思います。はい、今日もね、ちょっとまあいろいろと、長くなっちゃいましたけど、早切りたいなと思ってるんですよ。分かってるんですよ。俺もね、早くね、切りたいっていう気持ちはあるんですけどね、ついつい熱くなっちゃうんですよね。悪い性格なんで。まあでもいろいろ、まあありがたいことに お悩みの相談いただけるんで、こうやって動画にもできるんでね、ほんまにありがとう。いつもありがとうございます。本当にありがとうございます。というので、またぜひね、チャンネル登録と、グッドボタンと、あとツイッターもやってるんで、ツイッターの登録と、あとノートもね、販売してますんで、ノートの方とかも、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。